レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルン、アクアスエイト、ドゥワー、アクアスエイト、木八、イエーイ。この番組は栃木県那須塩原市のスタジオアクアスから飛び出して特設スタジオからお届けします。担当はネネと DJ トムです。ポーザンです。職人工房です。音声はマコです。今日はゲストに職人工房の鈴木さんをお迎えしての放送となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レディオアクアス、ノアラピープルパート1ということでですね、もう職人工房って聞いただけでピンとくる人も多いんじゃないかと思いますけれども、何しろこれですよ。これがベニコガネ、ベニコガネです。ベニハル、ベニハル、ベニハル、はい。といってもね、もちろん農家の方ではなくてね、今県内、日本中、世界中ですか、飛び回ってというとね、世界中、はい、もう話題沸騰の鈴木さんですけれど、どこから聞いていいのか。じゃまず今、お店はどちらの方に、はい、お店は今、ロマンチック村の道の駅、宇都宮ですね、はい、その中にビラレアグリという温泉プール、はい、それと、まあ、温泉、それと宿泊施設があるところなんですけど、うん、はい、その2階を陣取りまして皆さんの泳いでるプールを見渡しながらロマンチストカフェをやってます。本当にね、この前ちょっとお伺いしてきたんですけれども、うん、一般庶民にないよね、プールを見下ろしながらお茶飲む。確かに。いや、初めてかもしれない。眺めの良さそうな。そう。で、タコが泳いでる。そうなんですよ。いや、本当に、ね、こう、風景は、タコ焼きとか焼きそばではないかもしれない。うん、そんだけの高級感あるところで、うん、でもこのね、またじゃあ早速ベニハルカあたり説明していただきましょうか。はい、はい、まあ私もまさか焼き芋を売るとは夢にも思わなかったんですけれども、そうですね、実際ひょんなことから、焼き芋を売るトラックを、うん、軽トラックを手に入れまして、うん、そこから、まあ、家族に、うん、うちの家族みんな焼き芋好きなんで、うん、食べたいっていうんで、その芋を焼いたところ、うん、皆さんすごく美味しい美味しいって言ったんで、まあ、私も素人だったんですけど、ちょっと焼くのを焦がさないように十分気をつけて焼いたら、それがすごく美味しくて、これもったいないよ、うん、もっとみんなに食べてもらったらいいんじゃないっていうところから、軽トラで芋を乗せて、うん、桜市の町の中に繰り出したのが、まあ、そもそも焼き芋の売りの始まりだったんですよ。それでたくさんの方に芋を食べてもらっているうちに、私なんか本当に焼き芋っていうと本当に代表的な紅あずま、ホクホクの焼き芋しか知らなかったんですよ。でもやはり最初は紅あずまからスーパーから買ってきて売ったんですけど、その何ですか、芋を買いながらいろいろ店を歩いていくと、いろんな芋がメニューついたんですね。でそれを一つ一つ焼いていくうちに、待てよっていうことで、で、このホクホク感と、うん、今は
とろーり甘いとろーり感っていう2種類があるんですね。この上と下で、まあ、ホクホクとろーり、そうなんです。でそのとろーりの代表がこの紅はるかなんです。これはもう焼き芋のお姫様、王様、ちょっとわかんないんですけど、トロールに関してはもう最高級です。これもやはり、調べていく中では、乾燥芋って皆さん食べてましたですよね。昔の乾燥芋って硬くて、白いキラが吹いてて、端の大変だったんですけど、今はこの紅はるかの焼き芋が乾燥芋でほとんどなってるんです。っていうのはもうとろーりの焼き芋なんで、それを乾燥芋にしても硬くならずにもうとろーり柔らかい、だからもう切っても本当に子供でも食べられるようなものになったんですね。でそもそもこの紅はるかが出て、いやさつまいもの革命が起きたんですよ。それがもう本当に、さつまいもを作ってる農家の人にとってもありがたいことで、でここに書いてあるキュアリングっていうんですけど、14度から16度ぐらいの間でお芋を一定期間倉庫に入れて、あの保管するんです。そうするとこのキュアリングをすることによって芋の延命措置が取られて、それがまあ本当は夏はもう芋なんかないですよね、それが今ここにあるっていうのはこのケアリングをして処置をして、あとは大事に大事に保管されてて、今こうやって夏でも芋を見られるっていうところなんですね。このね、紅はるかがさつまいもの革命だとしたらね、鈴木さんは今度焼き芋革命家じゃないですかね。第一革命家ですね。もうね、ここまで話聞いたらば、みんな思い出した、あ、あの人かって、あのいろんな新聞でね、もうすごい賑わったじゃないですか、冬の頃に。で、あの宇治駅のね、近くで女子高生にめちゃくちゃ人気で、もう並んじゃうんだから。モテモテですね。最近ね、会えないと思って、あの、あそこは宇治英高校かな、のね、もう青春高校、もう女子高生の皆さんでも、いや、鈴木さんに人気あったんだか焼き芋が人気あったんだか分かんないけど、あのロマンチック村に行けば会えますからね、会えます。で、こちらは、はい、やはりあの焼き芋職人をやってましたら、はい、どことなく、どことなく新たな職人がこれを買ってくれたんですよ。誰とは言わないんですけども、またお声が、そうなんです。その職人が何を隠そう、たこ焼きの名人だったんですね。もうすごいです。あの早業っていうか、うちのは5連のたこ焼き機があるんですけれども、イベントでパパ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 パですね。実際にその、あ、今、まあ、お店の紹介ちょっと後でやりますけどね、はい、あの塩原の方とかでも、はい、あれなんですけど、このたこ焼きがね、やっぱり一味じゃないですよね、かなり3か4味ぐらい、はい、食べると、はい、あれってこれは何系っていうんですか、はい、これはうまか系って感じなんですけど、これはあのやはり隠し味っていうのがやっぱあるんですよ。まあ、ソースにしてもそうですし、粉もんっていう、やはりたこ焼きの粉を溶くときにやはり秘密のものをちょこっと入れて、今のちょこっとじゃなかった、まあ、入れてそれでそのうまかけを出すんですね。それともう一つ特徴は、なんて言ってもやはりどこのたこ焼き屋さんでもネギを入れますね、はい、そのネギはやはりあの簡単にやる市販されている、もう切り刻んでる、まあ、乾燥なってるネギを使ってるところが多いんです、はい、でも効率化でね、うちはやはり
産地消じゃないですけど、うん、その場所に行った時の味を大切にしたいということで、塩原でしたら塩原さんのネギを使ったり、西那須の行けば西那須さんのネギを刻んで、うん、涙を流しながら刻んで、うん、入れて愛情をたっぷりに、はい、そう、相方 の, その、ね、もう一人の職人さんが、うん、この前悩み事をしてたんですよ、うん、何を悩んでんだというふうに聞いたらば、うん、そのたこ焼きのお店を何時には開けたい、うん、だけど地元のネギが売ってる産直がオープンするのが何時だろ、逆算するとなとかって、あ、なるほど、そこら辺で悩むんだいやでも別にね、冷凍もんとかそれもうドカッとどっかでね、安いとこで買い込んじゃってるところがほとんどですよね、多分ね、でもやっぱりその職人のこだわりで美味しいものをやはり朝取りの一番のものを届けたいっていうのがあるんですね、まあ、今ロマンチック村なので市場が早く開いてますんで、まあ、今はロマンチック村さんのネギを刻んで、ね、入れてるんですね、すごい、本当に地元の産地消ですね、はい、すごい回転ですね、それね、じゃあ、これ、あれですか、ね、はい、ねねねさん、ぜひ、私ですか、ちょっと冷めちゃって申し訳ないんですけど本当に食べていいんですか、はい、やった、こだわりで、やっぱし、串って日本なんですね、あ、今、わからない人は出すと一本でこうやってぐる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 回りながら、回りながら食べてるんですけど、たこ焼きって日本で刺して、回さないように食べるんだって職人が言ってました。私今知りましたよ、はい、それ知ってましたか皆さん、だからいつも日本は必ずあと2人いれば4本を刺して、ね、そうだな、あげてるんですね、はい、ではいいんですか本当に、はい、みんななんかみんなの視線がごめんなさいね、がっつりいきますよ、はい、いただきます、はい、うん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 、おいしい、ありがとうございます、うん、おいしい、タコもしっかり入ってて、はいはい、うん、あ、タコが大きい、ね、そうなんです、ね、でかくて転がすのに足が飛び出っちゃうんですよ、うん、だからそこが一番苦労なんです、うん、回すたびに足がポコッと出ちゃうと、うん、それをまた入れなくちゃなんないんで、うん、すごくしっかり出汁が効いてますね、はい、秘密の隠し味、隠し味ですね、これがこれが隠し味、隠し味、はい、逆に言うとね、もうたくさん売っておる、もうお金儲けすりゃいいんだっていうたこ焼き屋さんの、まあ、歩き逆言ってるんですよね、あ、手間はかかるわ、だってタコ小さくすりゃ原価安くなるし焼くのも楽だし、そうじゃない、人とも大きいしね大きいですよね、大きいんですよ、うん、はい、やっぱしなんですか、お好み焼きとか、うん、なんてその粉もんに比べるとたこ焼きって例えば6個とか8個を1セットにするわけだから、うん、この1個1個を作るっていう芸術性が高いっていうかでお好み焼きだったらパッ、そうですね、パッてないんだけど、たこ焼きはなるべく同じ大きさのものを、うん、6つ、これうちは6つなんで、うん、6つを作って並べて出すっていうところがやはり実際にたこ焼きをやってみて大変なところですね、うん、あれだってそっか、たこ焼きの鉄板って、はい、まあ、特注品はあるだろうけど、はい、一般的にはあれ大体変わらないじゃないですか大きさ、うん、変わるんですか、違うんです、うちは 4センチを使ってて、そのしか 3.5 センチとか、で3センチとかってあるんです、はい、4センチ、そうなんです、知らなかった、はい、その機械があるとはい、いろんな、そうなんです、どうしたんですか、いや最初に、トコトコタワラで一回食べに行ったことがあって、うん、焼きたての方がもっとこうまん丸で大きさを感じました、あ、確かに、すごくね、歯が張ってる感じが、はい、膨らむんですね、やはり綺麗でしたね、粉がやはり
中食べても硬くならないで、うん、ふわふわなんですよ、うん、だから焼いた時に本当にふわーっと丸くなって、うん、でもやはり冷めてしまうとね、こうやって、うん、どうしても掴む時に刺すじゃないですか、うん、それで空気が入っちゃうんでへしゃげちゃうんです。箸で掴むのなかなか難しいんですね。たこ焼きはやはり基本的にこれで出しておくから、それで空気が抜けちゃうんで、やはりそこら辺は我慢してもらわないと難しい。じゃあその、まあ、焼きそばとかもありますけど、メニューとしてはどんなものがあるんですか？はい、やはり一番おすすめはうちの方はこの紅はるかを使った、はい、クールポテ、うんうん、これは塩バラでクールとて焼きじゃなくて、とて焼き、いろんな流行ってるところで、やはりそれに近いイメージを持たせた中で、クールポテっていう名称で今、販売してます。それがちょっと爆発的なヒットになりまして、これは本当にね、一回食べてもらうと、焼き芋っていう思って食べると全然な、いや、どっちかというとケーキですよね。スイーツですね。スイーツです。はい。先ほど言ったとことんでは、とことんで焼き芋って言うんですよね。あ、お店で。で、私らそこで出店してもらった時に重なっちゃったんですよ。で、重なっちゃって、そこの主催者が焼き芋はダメですって、一回断りになったんですけど、とっさに、これは焼き芋でも違うんですよと、うん、いうことで急いでこれを切って、ちょうど生クリームが、それを生クリームをかけて主催者の代表の方に食べてくださいって言って、私たちのスプーンをつけて、でそれを食べたら、あ、これ焼き芋じゃない、 OK だって言って、とことん出させてもらったんです。生クリームが乗っちゃうんだから、そう、でなんかとことんでやるみたいです。なんかこれからやるアイデアを上げてしまって、はい、でも多分芋はないと思うんです、うん、だから時期、次の秋の新しいさつまいもが取れてから多分冷やしも入ってくるのかなと思うんですけど、あとあれ、この前いろいろ商品の開発とかしてるじゃないですか。はいはいはい、一応この焼き芋に関しては、はい、クール、うん、まあ、冷たくなってるんで、うん、ここから発展させてスムージーを今、始まりました。それもすごく美味しい、人気が、今日も何人かの方に、注文を受けて出したら、いや美味しいってすごく、あと大事を立ってる篠原さんも来ていただいて、いやすごいって絶賛して入られたんですけれども、やはりスムージーもすごい別な味が出ます、うん、で、あえて飲みやすいように、牛乳で、うん、普通はスムージーっていうと芋と水と、うん、まあ、氷でガーってやるだけなんですけど、うん、やはり、まあ、お子さんもいるんで、うん、飲みやすいように牛乳で、まあ、かき混ぜて、うん、まあ、ミキサーでやったら甘さももっとすごいですね。すごい、うん、今日飲ませたかった。申し訳なかった。すみません。皆さんに。ということでね、もう話は全く尽きないんですけどね、ちょっとそろそろ次のコーナーに行かせていただいて、一度ちょっとね、すみませんです。レディオアクアス。今日は何の日？おとなしく始まりました、ちょっとなんか地味に言っちゃってでも、はい、オープニング元気だったからね、そうですね、ちょっとバランス取ってかないと、ね、はい、8月今日7日ですね、はい、今日あった出来事に関わりました、ですね、はい、まずですね、花の日、あー、花ってね、そのまんま、こっち、こっち、こっち、あー、こっち、はい、日本地味銀行科学会とかありまして、それはですね、1961年に制定しております。61年はい、まだ生まれた年ですね。そう、はい、おめでとうございます。じゃあ、学会と同じ、まあ、これ8月7日のね、花の語呂ですね。うん、はい、はい、あとですね、これもね、語
バナナ8と7で語呂でバナナですね。ギャグですね。これもですね、杉ちゃんと言います。杉ちゃんと言います。ちゃんと言いますって、バナナの日設定したんですよ。まずですね、あ、じゃあちょっと一部の不安もありますので、年号シリーズ、はい、ちょっとだいぶ古いんですが、1720年当時江戸時代ですね、江戸幕府がですね、江戸町の火消し色派47組に編成をしたんです。ちょっともういきなり飛んじゃうんですが、1945年、愛知県ですね、豊川海軍の工場があったんですが、当時 B-29 がですね、最後の爆撃になった日なんですが、124機サイパーの手にグアムから来まして、当時の工場でですね、女子工員がですね2545人、国民学校の児童や一般人の方含めてですね2818人、わずか30分で250キロ爆弾を3256発800トン投下したと。もちろんね、工場は壊滅状態になりました。これもまあ引き金になったかもしれませんけど、はい、次1955年です。東京通信工業、これ分かりますか、今の会社、ソニーです。あ、そんなものだったんだ。世界初のトランジスタラジオを発売した日本です。続いて1971年、アメリカのアポロ15号が地球に帰還したんです。これ初の有人宇宙船ですね。アポロ15号です。あとですね、まあ、宇宙つながりで1985年スペースシャトルで登場する日本人飛行士3人、土井さん、毛利さん、向井さん、この3人が決定した日ですね。はい、はい、で最近になりました2002年、神奈川ですね、県境多摩川にですね、アゴヒゲアザラシたまちゃん、たまちゃん、懐かしい、ちょっとだいぶね、懐かしいですね、これ見つかった日です。はい、あの姿勢を目指すのがこっちに、あちこちね、そのたまちゃんと思われるのが、これをいろんな川に行ったっていう説があるんですけど、あとですね、最近ワールドカップも終わったばっかりですが、2004年、当時北京で行われましたサッカーアジアカップの決勝でですね、中国を破り3度目の優勝を日本がしたんですね。その当時ですね、まあ、政治とスポーツはちょっと別に考えるという方向では動いていたんですが、中国人のですね、反日運動をしている方がですね、そこでですね、大暴れしちゃいまして、日本外務省がですね、まあ、中国に抗議したと、そういった日になります。はい、8月7日、今日は何の日でした。はい、次はねねさんのコーナーです。ねねの、そうですね、気まぐれ情報館とでも言いましょうか。よろしくお願いいたします。まあ、私ねねは3年ぶりの参戦となるかなと思うんですが、そのぐらい経つね、はい、はい、また復帰いたしましたので、はい、あの金曜日担当のガリレオさんから、ねねさん久しぶり、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ります。まあ、私の正体を知らない方もいると思いますので、少し、はい、正体をばらしていこうかなと思います。那須塩原市内に住むごく普通の人です、私。まあ、大体変な人も普通なんだけど。普段はですね、まあ、知ってる方もいると思うヨガをね、教えたり、あ、趣味の延長でそば打ちを
そば打ちグループをちょっと立ち上げてみたり、あとは今日ね、あの浴衣着てますが、着物が好きで、この時期はちょっとね、浴衣のレッスンなど女子に向けてやってみたり、あとは、そうですね、栃木県内の蕎麦屋を巡りつつドライブを楽しんでおります。今日は浴衣着てるんですが、ちょっと紹介したい、帯の締め方、締めてる帯、ちょっと後ろ向きますが、はい、こちら男結びって言うんですけども、よくお相撲さんとかね、男性が結ぶ結び方になってるんですけど、ちょっとこれ私の今年の一押しで、レッスンするとき教えてるんですが、これは男性の方にも結べる結び方となっております。それでですね、浴衣とはっていうちょっと題名で、今日は皆さんにプチ情報まあ皆さん浴衣をね知ってると思いますね。今の時期結構お祭りとか、これからまだまだね、お祭りも残って、あと花火大会とかもあると思うんですが、結構今若い方にも浴衣がまた流行りつつあるようで、浴衣っていうのはね、江戸時代までは湯上がり着とか寝巻きだったために、浴衣を着用して外出するっていうことはタブーだったんですね。タブーだったんです。でも江戸時代からは身近で気取らない場所ですね、夏祭りとか、あと花火大会、あとまあご近所に遊びに行く時とかなどに、着ていくのであれば OK とされたのが江戸時代からって言われてるんですね。で、浴衣をよく聞かれるのが、浴衣って どの時期に着たらいいなんて聞かれるんですけど、正式には6月の中旬頃から9月の上旬頃がおすすめとなっています、で、たまにどんなとこに着て行ったら行けるのなんて聞かれるんですけど、なんとか式とかっていうのはやっぱり浴衣は普段着なのでジャージみたいな感じですよね。なんかね、こうラフに着ていく場所なので、ちょっとそういうところではダメで、まあこう気軽に、すいません、ここも気軽に行ってしまったんですが、気軽に着ていける場所とか飲み会とか、お祭りとかに来ていただければいいんじゃないかなという情報で、はい、ございます。あとは私の情報なんですけど、何笑ってるんですか？こちら、姫道楽って、はいはい、つけてありますが、こちら、そば打ちの、すみません、姫道楽と命名しまして、女子、毎回ですね、13名ぐらいの女子が集まり、そば打ちをやっておりますので、もし興味のある方は、ぜひお声をかけていただければ、はい、参加していただけますし。姫ではなくても大丈夫なので、はい、男性の方も参加していただければ、盛り立てればそうでいいんですよ。それは冗談ですけど、はい、きれいとこの女子がたくさんおりますので、はい、皆さんちょっと覗きに来ていただければ。そばもあれだけど、ねねさんって言えば酵素ジュースの時期があったね。ありましたね。やってんすか今も。今ちょっとその時期は終わりまして。ああ、そう。今ちょっとまたそばにブームが去って、今度はそば。あとはスムージーとかもね、今流行ってますからね。スムージーなど行ったりしてますが、はい。あとはヨガをね。今度はこの。Facebook で見かけたら。空飛んでるような、はい、これが9月から始まりますので、あれを何、一般の人もやってる、はい、一般の方にも参加していただけるように場所を確保いたしましたので、写真見るとびっくりしますよね、あれね。結構ね、Facebook をアップするとみんなから何やってんのっていう何それ、あれは何ていうの、あの状態になるまでにはやっぱりこう
日数とかかかるんですか？そうですね、私が取ったポーズはちょっとやっぱりレベル中級上級レベルになってしまうんですが、でもあそこに乗ってこうゆらゆら揺れてるだけでもすごく気持ち、ハンモックのようなもんですね。ハンモックを使ってヨガをするような感じの、はい、美容と、あとは今流行りの体幹鍛えですね。そんなのをやりますので、今度一度皆さんでちょっとラジオのメンバー皆さんが参加していただいて、ここにつるすの現場から生中継っていうのも面白いかもしれませんね。まあそうですね。なんか皆さん苦笑いなんですけど、ぜひちょっと参加してほしいなと思います。あとはですね、はい、ヨガも教えて、ね、なんか教えさせていただいてるんですが、9月からちょっとね、インストラクターやってみたいなという方に、ちょっと今まで私たちが学んできたものを伝授して、インストラクターを育てていきたいなっていう、ちょっと野望が、希望がありますので、ね、ヨガ興味ある方がいたら、ぜひお声をかけていただきたいなと思います。いろんなところでね、こう、何しろ活動的だから、活動的かつ健康的にね、はい、美しく。いいね。美味しいものをね、それこそ食べて。活動状況とかはあれかな、Facebook とかですか、見られる。そうですね、はい、うん、はい。ぜひ、覗いてみてください。はい。レディオアクアス。ナショナルピープルパート2。はい。ということでですね、どこに戻ろうかっていう感じですけど、うん、じゃあとりあえず今そのロマンチストカフェ以外ではどこら辺にこう出てる時があるんでしょうか？あの拠点は、はい、塩原の玄山窟前の、はい、ザックさん、ザックさんの前の一角をお借りしまして、はい、もうそこは、グリーン車の移動販売が常駐して、そこで、うん、たこ焼きとやっぱりクールポテを運んでいって、はい、うん、あとあのかき氷ですね、それを販売させていただいてます、隠しなんていうかな、これからの驚くようなことがあるんですけど、まあ、実は Facebook でアップしたんですけども、はい、三輪バギーを手に入れたんですね。三輪バギーに岡持ちがくっつかってるんですよ。岡持ちが、岡持ちって最近小さい子供たちは分かんないもん。そうですね、よくあの蕎麦屋とか出前に持つスーパーカブとかね、懐かしい。そうです、それが三輪バギーの後ろにくっつかんで、そこにたこ焼きをここにセットして注文を受けて、それでバーンと昭和の街の中を注文ご用聞きで行くっていうことで、たこ焼き職人は頑張ってるんですけど、なんか名物の人になりそうですね。もう名物にはなってないから。でそしてあの鈴木さんは先日、はい、海外の方にもちょっとお仕事に行かれた、はい、あのインドに行きまして、はい、まあ、実はインドでもその時にあのたこ焼き職人から伝授されたたこ焼きをインドに持ってって調理したんです。したらもうすごい喜ばれて、まあ、でももともとインドはあの北インド、デリーの 中あたりのインドは海のものがないんですね、うん、だから、うん、まあ、苦肉の策として、うん、ソーセージとか、まあ、うん、そこら辺で買えるものを、あと何入れたんだっけな、果物なんかも入れてみて、果物、果物なんかそこら辺ちょっと難しいですけども、うん、そういうものをやったら入れてみて作ったんですね。あと日本から持ってったベビースターラーメンとか、そういうものを入れて、
まあ、あのそこそこたこ焼き風に見せて、そしたらそこにあの、日本人が経営している漫画喫茶で、はい、場所をあのに、そこにいる日本人の方にも懐かしい味をあの食べさせたいっていうオーナーの意向で、まあ、たくさんの日本人も来ていただいて、でそのたこ焼きを見ながら、まあ、食べながらいろいろお話ししたんですけど、でもそれをたこ焼きを焼く技術を教えたのがインド人に教えたんですよ。そしたらもう夢中で一生懸命2人いるんですけど、ひっくり返して上手上手したけど、もうすごいです、もうびっくりノリノリで、ね、だからこれもしかするとインドではたこ焼きっていうのないんですね。まあ、機械がそれらしきものはあるんですけど、もう油ベトーっと敷いてそれでひっくり返してるんです。だからちょっと違うなと。だからそれを粉物はあるんですか？粉物はもうたくさんあります。あの街頭でも路上で、こういう大きな鍋で粉を、もともと油を使うと、まあ食べやすいっていうのと、物が腐らないとかいろんなものがあるんで、インドはもうほとんど揚げたりそういうものが主流になってます。そういうものあるんですけど、やはりたこ焼きのようなものはないですね。だから帰りにその機械はあのちょうだいって投げちゃって、今度来る時持ってきてってたくさんの人から注文を受けちゃったんで、でもそのたこ焼きも本当にあのおもちゃっていうか、あのまあホームセンターで小さいやつがあるんで、電気式でそれなんでいくらでもないから、まあそれを持っていけばどんどん広がっていくのかな。あとは技術だって。すごいですね。でもあれは飛行機に乗せるとき何か言われないですか、あの機械は。いや、何も言われないです。あの別に普通なんだ。飛行機の、なんていうんですか、皆さんが入る乗車口じゃなくて、下の荷物の中に預けていけば、ほとんど何も言われないです。すごいですね、いいので。まあ、今お話がありました、ヨガ、まあ、アーユルヴェーダっていうのは、インドが、中国よりも、5000年の歴史があって、やはり健康志向は昔からあるんですけど、インド人みんな太ってるんですよね。そうなんですよね。それとあと、あのなんていうんですか、向こうのなんていうんでしたっけ、こういう粉物を忘れちゃった、上がっちゃったかな。何でしょう、なんとかではないですね、粉物。マサラとか、はい、そういうものを、あのやはり、インドっていうのは、はい、スパイスっていうのはもう健康のもとで、スパイスマーケットがあって、そこでいろんなものがあるわけなんですね。だから、まあ、今回、インドから紅茶をアッサムティーを持ってきまして、アッサムティーもあのロマンチストカフェで皆さんに提供してるんです。で、もともとインドっていうのはイギリスとを、まあ、支配に受けてたんで、紅茶関係はもう全く同じなんですね。ただ呼び名が違う、私の認識としては呼び名が違う。ミルクロイヤルティーってイギリスではすごいおしゃれな、でもインドはチャイ、そうですね、牛乳とあのいやミルクと紅茶を割って、でチャイで、さらにそこにマサラのスパイスをかけるとマサラティーになるわけなんですよ。だから、まあ、普通のチャイにさらにマサラのそのスパイスをかけるともう体にいい、私はもう毎日本当に大好きで飲んで健康ですね、まあ、自分で言うのもあるんですけど頭も健康なんですけど、まあ、体も健康で、でもね、そうやって海外まで巻き込んで、こう活動してて、今後はどういう方向に進んでいく予定なんですか？まあ、今まである某ところで会社に勤めてて、まあ、そこを退職
退職っていうか早期退職、リタイアしたんですけど、その目的っていうのは、まあ、やはり私のような、これからもう私は56歳になったんですけども、これから日本人が生活していく中で、たくさんの問題っていうか、それをクリアしなくちゃならないっていうのはありますよね。例えば年金にしても、その社会保障にしても、そういうものをこれからどうやって生きていくか、それと人生90年、もう90年まで生きられるようになって、その90年をどうやって生きていくかっていうエンドレスプランをこれから自分で考えなくちゃならない時代になってきたのかなと。やはり定年退職するまでは誰もがもう共通理解で分かってるんですけど、その例えば60から今度90までの30年間もあるんです。それをどうやって生きていくかっていうことを考えた時に、まあ、私は逃げちゃう方なんですけど、あの日本よりも5分の1物価とか、うん、そういう生活費が安いインドに逃げてある程度の期間をインドで過ごして、うん、で年金のもらえる70になったら、うん、そこに戻ってきて日本の残りの20年間を、まあ、そこでお金を減らさなかったわけですから、まあ、ちょっとしたよりはゆとりのある生活ができるのかなっていう、まあ、ちょっとずる賢い考えで、まあ、それプラス移動販売を、うん、プランに入れてるわけなんですよ、うん、要は 70になって日本で戻ってきた時に何の仕事もないと困っちゃうんで、やはり生きるためには、貯金も、まあね、あのインドで減らさなかったんで、うん、減らさないから少しはあるけれども、うん、ただやはり、それだけではゆとりの生活はできないんで、そのゆとりの生活をするためにはやはりある程度ちょっとまた仕事をして、そのためには移動販売をやって、で移動販売をするのにはあの普通の店舗を構えるよりは本当に安く、うん、あの費用が、うん、あのできますの で、まあ、車も1台例えば100万で買ってもまた次の方がやりたいって言えば100万で売れます、うん、店舗は500万で改装して次出てってくれよって言われた時に全部また元に戻さなくちゃならないから、うん、その費用だけでも大変なっちゃう、うん、そういうリスクを背負わない中で行くにはやっぱり移動販売が一番いいかな、うん、あとこれからの時代やはりあの買い物弱者っていう言葉があるように、うん、街の中でどんどんお年寄りが溢れる中で買い物に行けない、うん、そういう中で移動販売でみんなでわーっと食べ物ばっかしじゃなくてお花でも衣類でも雑貨でも本でもいろんなものを街の中に運んでいけば皆さんでそれをねあの買い物していただいて多少あのなんていうかな、にぎわいがあるし、いい街になるのかなと思ったんで、まあ、そのダブルで今ちょっと仕掛けてるんですけども、お祭りみたいですよね。そうですね、みんなで行くと毎日お祭り騒ぎ。そうですね。だからあの、ね、ちょっと私が毎月関わっているいろいろあの勉強会があるんですけど、そこでここ1、2年のテーマが、まあ、どんな仕事とか何でも、まあ、イベントでもそうなんですけど、あの社会性と文化性と経済性、この3つがバランス取れてるものしか続いてないよねっていう結果が、結局なんだろう、社会性とかね、なんかすごくいいことやってんねって言っても、お金回んなかったらやっぱりね、なくなっちゃうし、お金だけ回っててもそれ社会性とか文化性的な価値がなかったらばね、うん、認知されないから、うん、あの鈴木さんにね初めていろいろ話聞き始まったのいつ頃だろう、うん、なんか、うん、そのでもちろん味食文化追求してるじゃないですか、うん、であのちゃんと経済性お金を回しながらその社会的なことを考える、これ3つね揃ってるっていう人ね100人のうちで 2、3 人しかいない、実際あの言わないけど、でもあ何気にそれ全部ちゃんとやってんだ、うん、そこら辺からもう何かにつけてちょっとあっちでお店出してるって言っちゃおっかけてね、うん、あの女子高生に混ざっておっかけてバレないようにトムさん、だからやっぱりそのね移動販売車とかやってても、うん、なんだろう、そんなこと考えてない人多いじゃん、うん、
日銭稼ぐんだみたいなね、うん、そうじゃなくて90歳のこと考えて、ね、これから高齢化して社会をどうしようかって考えてこれが出てきたっていうあたりがただもんじゃないなと思って。500円ぐらい500円じゃあそのロマンチック村の方は、はい、お休みとかはないんですね。8月はほとんど無休でやる予定で、はい、まあ、9月以降はちょっとまた移動販売の方に力を入れたいなっていうところと、うん、自分でもまだまだ勉強がしたいなっていうところもあるんで、うん、次のステップを踏みたいなと、まあ、先ほど言った餃子もやっていくといろんな取り組みがあるんですね。もう本当に楽しいくらいで、まあ、インドに行ってで例えば、ベビースターラーメン入れたら、ね、子供向けで喜ばれるとかってあるんで、このたこ焼き一つにしても、まあ、大きな声で言えないんですけども今餃子ボールということでこれに餃子を入れてちょっと新展開をしようかな。それも単純に餃子ではなくて味噌味とか、あとはつける明石焼き風のものもちょっと伝統に入れてそれをブレイクさせようかななんてちょっと思ってるんですけど。そのなんだ移動販売車、移動販売とかっていうとやっぱりあのイベントごととかにもねよく見かけますけども、頼めばあれですか、来ていただけることもあるんですか。もうそれはもう喜んでできる限り、そこの地産地消で、メニューをまず仕入れて提供したいし、またあとはたこ焼き研究会っていうのを始まったんですけど、はい、言われてこの中身を、なんで桜市はいちごとか、はい、その実際にいちごを入れてたこ焼き焼いたんで。その勉強会研究会に、ねね、行かせていただいて、ね、たこ焼きも、ね、食べさせていただきましたけど、いやあのねし、いやなんかたこ焼きのさ研究会勉強会でしたっけ、研究会ってなんかそれこそ浴衣よりもう気軽にもうジャージー膝伸びてるジャージでもいいかなって感じじゃないですか。行ったらね、びっくり、あのテレビカメラ来てるしね、議員さんとかね、市の職員とかね、何これ、で末席にね、女子高生がやっぱりね、ちょっとこれあの、いやそれこそ床屋行って隠れがやばったかなみたいな、もう何やってもね、一つ一つがすごい。鈴木さんを求めていく場合はどういう情報をこう仕入れる場所ってあるんですか。はい、一応ツイッターでつぶやいてはいないんですけど、大きな声出してつぶやいてもらえますけど、いや、じゃないか、じゃなくてバーってやってるんですけども、それで来ていただいてますね。はい、まあ、今日は芋焼いてるよとか、どこで何してるよ、塩バラにいるよということで、あのつぶやいてます。焼き芋職人、あ、焼き芋職人で検索して、はい、はい、なんか私もすごい興味がふつふつと湧き始めていますが、ツイッターとかフェイスブックで一度ねちょっとアカウント見つけちゃえばもう、ね、本当にこまめにあのどこ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 ってね、情報を出してくれてるんで、ね、じゃあ続きはウェブでって言って、そうですね、はい、じゃああとね、もう話は尽きないと思うんですけどね、続きはあのロマンチックぐらい行ってください。そうですね、ぜひで、あのプールを、ね、こう見下ろしながらね、ちゃんとこうたこ焼きをで、今日の番組見た人は絶対一本じゃ食べないから、2本で食べる見てない人はね一本でぐるぐるぐる回してポトッとして、ね、ということで、じゃあ本当話尽きないですけどね、今日はここら辺でね、いい、ありがとうございました。レディオアクアス。イベント情報局。もう夏真っ盛り、イベントがね、もう
珍しく張り切ってるんですよ。顔すごく見焼けてますもんね。少ないからね。夏祭り満載なんですけどね、いきなりちょっと変わり種から紹介しましょう。はい、ロープウェイを星空鑑賞ということで、毎年やってて、去年もね、私一回行ってきたんですけども、日光を越えていくとすぐの丸沼高原スキー場っていうところの、ゴンドラ、それで一気に2000メートル、だからもう那須より高いところにドーンと連れてってもらって、そこにね、天空の足湯って、足湯があって、そこで、ロープウェイの時間帯とかいろいろあるんですけど、まあ私がおすすめのベストのコースは昼間の運行時間の最後のあたりに上に上がっちゃって、足湯に浸かりながらこう日が沈んでいくのをね見てると、本当にもう緑の山が、人工物何にもないからってここには足湯が作ったんだけど、本当にもう山一面のところで緑がね真っ赤になって、真っ暗、本当に振り返るとまあね、多少そりゃ歩道にね明かりが、小さい明かりついたりしまして、本当に真っ暗なところで緑、赤、黒って変わっていく、それを眺めて、そして、ペルセウス座流星群が8月の9日から13日までが一応見どころっていうことで、13日が極大っていうんですか、もう一番いいじゃないかっていうことで、一応私このロープウェイで星空を見られるっていう日が年に10日から2週間、2週間分っていうかバラバラなんですけどね、10ちょっとぐらいしかないチャンスのうちの、まあ、1日ちょっと13日の日に行ってこようと思うんですけどもね、またちょっと行ったらばまた報告させていただきますけれども、この2000メートルの高さから真っ暗いところで星を見るっていうのはね、なかなかできない ね、チャンスなんで、丸沼高原っていうふうに検索していただくと情報が出てますんでね、はい、はい、そして、普通のお祭り情報に戻りますけど、はい、って言ってもこれ主催者が言ったらね、うちの祭りは普通じゃねえ特別だというと思いますけども、8月の10日なんとね、この那須塩原インターネットテレビの番組の一つ Your Dream、 そちらの方の、公開収録を兼ねた、イベントがあります。疎水スクエアアクアスの方で、朝9時から12時半までということで、ですね、畳マント那須ライガーショー、那須ライガーってあまり見たことないでしょう、みんなね。いや、見たことないやつですね。ほぼデビュー戦に近いです。はい、まだね、2、3カ所ぐらいしか。そして、ものづくり体験とか、Your Dreamがみんなで子供たちの夢を支える番組ということでね、やはり子供たちを、いろんな体験をしてもらおうということで、夏休みの宿題にもいいね、木工教室とか、いろいろそういうのが用意されてます。そして、やっぱり那須塩原インターネットテレビの、ね、番組の一つノブカフェ、人気の、ね、篠原信義さんの番組、それも、公開で行います。それが多分10時ぐらいから、そしてその後、これも那須塩原インターネットテレビの、芸人王国という番組の方から笑いヨガの教室を子ども向けに実際にやっていただきます。そしてその後、10時55分からお笑いライブ、そして11時10分からはなんとね、いろんなところで登場している、李翔さんといえばお分かりになっていただけるでしょうかね、ここブラックでだと洋服を着ちゃう人とかね、いろんな表現がありますけれども、そちらの李翔さんからありがたいお話というか、テーマはなんだっけ、親からすると子離れだから子供からすると親離れっていうの、そこら辺のことがテーマだと聞いております。そしてその後にね、地元のアイドルグループ、アイドルグループって言ってもね、本当にまだ知られてない本当の卵の卵の卵、のアイドルがちょっとやってきます。そしてその後11時半から篠原さんのライブ、12時からは Your Dream の公開収録ということで、予定しておりますので、疎水スクエアアクアスの方に、ぜひお越しください。そして14、15、木曜日、金曜日ですね、塩原温泉夏祭り、おかげさまで17回どころじゃない、その中にギャーティー音楽祭っていうのがあって、それが17回目、はい、そしてその
で音楽祭じゃなくてこっちから行った方がいいですね。塩原温泉夏祭りっていうのはね、もう塩原明けての、お盆のお祭りで、各場所でいろんなイベントやってるんですけども、それがまあこう集約されてくるのが6時半から20、またね、12時間制と24時間制もあるって言っちゃいます。6時半から9時まで塩原の、古町と門前地区のあたりが高射点国になりますので交通規制がかかります。その中で、6時からじゃない7時から9時の間に、このギャーティー音楽祭でライブの方があります。こちらでも篠原信義さん、はい、そして、ドリルパープルの去年も来てくれてね、東京から熱いファンとかを掛け物でたくさん来てましたけども、美和ちゃん、強い美和さん、名前も覚えてないから大丈夫です。とってもちょっとやっぱりここら辺と違って、あ、都会の女の子なのねっていう感じで、もう歩く素振りからしてね、ちょっと都会を味わえるというね、楽しみに皆さんね、もうこういう紹介して親父しか来なくなっちゃうけどね、ちゃんとね、歌聴いてくださいね。そして、15日2日目はですね、篠原信義さんまた歌います。そして、ドリルパープルさんに代わってちょっと年齢層上がってしまいますけれども、ココブルーの皆さんがね、こちらでも来るんですけど、ね、そしてそのライブの途中で、夜の8時ぐらいから、500発の花火が打ち上がるんですけれども、すごい、はい、あ、500発か、最近ね、花火大会慣れしている人にはね、ちょっと物足りないんじゃねえかと思われるかもしれないですけれども、よく考えてくださいね。あと3分しかないの考えてる暇ないですから。塩原っていうと、ほうき川が流れてる、こういうね、断面図から言うと、こういう地形じゃないですか、山に囲まれ、そこで、間近からね、上に花火が上がって、ドーンって言ってね、両側からこう音が返ってくるんですよ。いいですね。もう、迫力が。その中で、ココブルーっすよ。ココブルーは、全然ですか。なんと、ね。いや、でも花火が上がってる時間に誰が歌っているか分かんないんだよね。ここら辺は多分ね、やっぱりね、篠原さんがね、やっぱりお祭り慣れしてて現場も知ってますから、自分は花火楽しみたいからその時間はここまでという作戦に出るかもしれません。はい、そして、はい、7時に、はい、大事が来る。あ、そう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 、大事ね、来るんですよ。この前月曜日にね、セミナーのテレビの公開収録で、大事さんに最初とか来ていただいて、まあ私ね、編集して火曜日の朝にはその番組公開させていただきましたけども、これ大丈夫なんですかって、ね、とってもとってもアダルトの話題ばっかりで、お子さんたちこれ見て大丈夫かなっていう番組をね、ちょっと公開させてしてしまったんで、今度ね、この塩原では挽回すると思いますんで、挽回はい、いや、大事来ますから、はい、まあ、そしてまたね、時間ないのに私元ですけどもね、その45分から50分ある番組のうち、大事のこうね、刀をピカーンって光らす加工をするのに、なんと編集する時間のうちの3分の1ぐらいはそこに使ってるそこは誰も気がついてない、まあ、そういうもんなんですよね。はい、ということで、次の日にね、16日、16日もやっぱり花火です。これはまたまたインターネットテレビの芸人王国の公開収録の場ともなりますけれども、佐久山の花火大会を、大田原園芸さんっていう園芸、大きなね、もう夜だから分かんないですけどもね、園芸屋さんの倉庫の前のあたりになりますけれども、そちらの方で弾き語りとか合唱、漫談で、毎年毎年ね、ココブルーのアッコさんが花火をバックに歌ったところがビデオで公開されてますのでね、今年も一つ年を取ったアッコさんが見られると思います。何だって。
そちらの方は8月16日土曜日の、ライブの方は夕方の6時から9時までやっております。タイの料理とかバーベキュー、あとビールとかもね、お安い料金で用意してますので、ぜひ、遊びに来てください。じゃあ花火ということで、皆さん気になっていると思いますけれども、ここが、これまだ、あれ今日何日？7日です。あ、これ県南だから消しちゃったのか。県北の方の、ね、花火大会をね、ちょっとかいつまんで、元気アップ村、はい、夏祭りミニ打ち上げ花火大会ということで、1200発、8月13日の水曜日、午後8時からスタートです。場所は、高根沢町の元気アップ村。そして、15日、塩屋町ふるさと納涼祭花火大会ということで、1万発。行きますね。8月15日の金曜日、塩屋町田所の工業団地内ということで、同じ日中川町夢祭り花火大会、こちら5000発、午後の7時からということで、中川河川敷の方で行われます。同じ日続きますね。桜市喜連川サマーフェスティバル&花火大会2014ということで、こちらも5000発いきます。8月15日金曜日午後7時40分からジョイフルブルーパークということで、道の駅喜連川の隣 の、 あの川沿いの公園のあたりですかね。そして翌日がこの佐久山の花火大会ということで、こちらも5000発ですね。はい、ということで続きまして焼いたの情報。はい、8月ですね、8月10日まず、八方ヶ原の方でですね、自転車レース、ヒルクライムレース2014というのをやります。あとですね、ちょうど佐久山のちょうどお祭りとかぶっちゃうんですが、ふるさと祭り in 長峰、これ夜の軽トライチって、夜もちょっと軽トライチやるみたいなので、はい、あとは、まあ、先なんですが、8月23日、第7回安どん祭り、はい、去年ちょっと投稿したんですが、ちょっと行きたいね、はい、川崎城の公園のところですね、かなり綺麗なんで、はい、ちょっと見に行ってみてください。はい、あとなんかイベントあります？いや、私は、はい、大丈夫です。生きてることがイベントです。いつも祭り、お祭り騒ぎ。鈴木さんの方は何かイベントごとみたいなのは、はい、まあ今ロマンチック村にいますので、はい、ロマンチック村で10日の日に盆踊り大会があるのでということですね、はい、そこに出展するのと、なんと、私佐倉市なんで、佐倉市に、9日の日土曜日なんですけれども、はい、駅前の広場で納涼祭、祭が彩りなんですけど、おおおしゃれ、踊りを踊ったり、あるいは、キャンドル、はい、それのコンテストなんかもあるんですね。そこでグリーン車で出展します。鈴木さんファンが殺到するんですね。女子国心のため夜ですか？あ、そうです、はい、3時頃からずっと9時ぐらいまでやる、はい、よろしくお願いします。ということで、あとありませんか？よかったら終わったのに終わっちゃいますよ。終わっちゃいました。はい、じゃあということで、じゃあ鈴木さん、カメラの向こうの、はい、150万人の女子高生会に最後の一言アピールをお願いします。アピールは何もないな、恥ずかしい。女子高校生の皆さん、あ、違う。やはり私は、これからは私と同じようにリタイアした人たちと一緒にこれからの日本のいろいろなものを、乗り換えてっていうか、それの変化に負けないような何かを作っていきたいなと考えております。移動販売も一つの手段だと思ってますんで、それに賛同していただける、お年寄りのっていうかシルバー世代の皆さんも一緒に、その移動販売をやりましょう。あと若者の企業支援もしますので、若者の方も週末企業とかそういったものも一緒に移動販売で、小銭を稼ぎましょう。まあそういったところで、まあ移動販売のビジネスをこれからきちんと磨けていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。女子高生もあれですよね、はい、
高校卒業したら4月から夜勤も焼きたいっていうのも OK ですよね。あ、OK です。はい、OK だそうです、はい、ということで、はい、最後のまとめ、数少ないイベントなんですが、いや、これ8月終わると10月までイベントありません。よろしくお願いします。お願いします、はい、また来週。また来週。なんその最後それ。